みなさんどうもこんにちは、アヘンゆりでーす。イエーイ。まあ我々今20数年生きてるわけですよ。私たちは今新学期じゃないですか。新入社、新入生、新入生とか社会人とか、社会人、春から社会人、新しい学校とか。そうだね、卒業、入学、出会いと別れ。出会いと別れ、新しい何かがある時期になるよ ね。ちょうど切り替えの時期なので悩みも増えるだろうし、人間関係も大変だろうし、そんな時に私たちが少しでもアドバイスできるものならばと、少しでも力になれたらな、なれたらなということということ、はい、私たちがインスタグラムでお悩み相談教室ということで、新生活のお悩み、新生活が一番いいね。まあ、私たちもそれなりに経験してきたからね、人生。そうだね、結構今回は数を答えるっていうよりかは一個一個にちゃんと答えていきたいから、そうだね、濃い感じで、脱線しちゃうかもしれないけど、確かにいいんじゃないかな。そうだね、話してるの少ないもんね、最近。笑ってるか食べてるか、最近ね、踊ってるかみたいな、食べてるか買ってるかみたいな、購入品ばっかりだからさ。確かに、ちょっと喋ってる動画もありかなって、ね、人間的な部分、ね、そう内面的に。そうなんです。すごいいっぱい来てたのが、初一人暮らしを始めるっていうのが多くてね、初めて一人暮らしするので何もかもが不安です、掃除とか苦手なのでさらに不安が増しますっていう一人暮らしへの不安がめっちゃたくさん寄せられてた。初めて一人暮らししますみたいな。わかる。でも何歳が一人暮らし初めての？一人暮らしは高校卒業したてだったから、多分もう同じぐらいの人がいて。そうだね。でも一人暮らしは不安だし、本当に何かあったら家族とか友達とかがやっぱドア開けたらいる環境じゃなくなるじゃない、それだし、寝る時とかもめっちゃ一人なんだなって思ってたけど、確かに家事とか掃除とかは絶対大丈夫なの。もうやるしかないから、誰も手伝ってくれないから、それはもう自分がやるしかないから、やらないかやるかだもんね。そう多分親がやっててくれた分自分がやるしかないんだなっていうのは、多分そこは心配いらないよ ね。多分掃除も洗濯とか、まあ、家事系はもうやる以外の選択肢がないの。そうもう誰もやってくれないから、マジでそこは絶対大丈夫だけど、絶対に思うのは親にめっちゃ感謝すると思う。わかる。だから私も初めて、ね、親の大切さとか、なんか家族がいることが、会いたくなったりしない、なんか実家に住んでた時はさ、一人暮らししてみたいってめっちゃ思うけど、離れたら離れたでめっちゃ家族にありがとうと、そうだね、会いたいみたいになるよね、でもただ一人暮らしで何が大変かって家賃とか光熱費とかお金だ、ね、税金とかそういうのがめっちゃ大変だった。お金かも、本当いろんなところにいろんなお金を支払わなきゃいけなくて、二十歳過ぎたらね、とかさ多すぎる。それが一番大変だったの。それの把握とかさ、資料とか漢字いっぱいのやつが届くとか、まあそれはでも周りの人に聞きながら、そうだね、友達に聞きながら、多分まあ払えって言われて払えばいいだけだから、多分確かにね一人暮らしって親いないとか大変だなって思ったね。めちゃめちゃ自由ではあるけどさ、お金の管理とかちょっと油断しただけでわやばいみたいな、待って、あと何日間のお金が足りないとか本当になるわけ、それは大変だよね。そうだね、なんかお金の管理とかはめっちゃしっかりしてる人羨ましいなって思うから、若い頃から分かってる子、勉強してた子とかすごいもん、そんな大変じゃん、そんなの。いきなり一人暮らしになってさ、分かるわけないよね。そうそう、ね、お母さんにさそんなこと細かに教えてもらうわけじゃないからさ、でも多分一人暮らしするときに一番いるのは、やってほしいことはマジで引っ越した1ヶ月のうちに自分だけの大好きなお家を完璧に包む、カーテンとか、ソファー、好きなソファーとか、家具とかもお洋服の収納の仕方とかもそうだし、なんか1ヶ月のうちに整わなかったら一生整わないと思うね、家のって。引っ越したての時だけ収納とか片付けとか、これはここに置こうっていうルールが自分なりに決めておけばそれがずっと続くから、最初の時だけはめっちゃなんかこう自分にこだわりを持ってやんなきゃそのまま続くから、家の今のお家とかも思うけど、最初出てきて荷物を出した時に、あ今これ足りないから、まあこれで代用でいいやって思ってたやつがまだそれなってるから、もうそれでいいんだけど、その時ちゃんとやってれば今も多分その風になってるんだろうなって、慣れてないから。
だから最初だけめっちゃなんかもうお金もかかるし時間もかかるけど、うん、めっちゃこだわってやった方が自分だけの大切な一人の部屋になると思うから、うん、遊びに行く人でも結局家で過ごす時間、今は特にね、うん、家にいなきゃいけない時間とかも多いからさ、結局家みたいになるじゃん。なる。結局家が帰りたい場所の方が楽だよね。最初からそうして家やっぱいいなみたいな、落ち着けるなって思える方が楽だと思う。マジで家は本当大切な場所にしてください。頑張って頑張ってね。一人暮らし最高ね。一人暮らし最高。一人暮らしか。じゃあ次、はい、人間関係系多いな。やっぱそうだよね、新しい人に出会うもんね。人間関係関係ひどかったらどうしようとか、うん、どうやって人間関係気づいてるとか、うんうん、新しい職場の人間関係が不安、うん、東京の人腹黒そうとか、はいはいはい、はい、人間関係について、うん、まあそれが結構春の課題だよね、うん、絶対初めましての人がいっぱいいるからね。学校とかさ、バイト先、うん、会社は本当に多分いろんな人がいると思う。これはもう頭で理解するしかないと思う。私も、うん、自分と同じ気持ちの人もきっといると思うけど、もういろんな出会ったことのない、なんかそういう人もいるんだな、うん、こういう考えの人もいるんだ、こんなこと言う人もいるんだなとか、うんうん、こんな優しい人もいるんだなっていう、もうなんか十人十色を頭に入れておくと楽な気がする。いるのは人間関係はあんまり頭で考えすぎずに、一緒にいて空気感とか行動、その人との行動の感じとか、うんうん、なんか喋る言葉とか全部だけど、一緒にいていたり、少しでもさ挨拶したりさ、一緒にランチしたり、近くにいる時にさ、その人の雰囲気ってさちょっとわからない、ね、なんか感覚だよね。なんか嫌だなって思うのと、そうそうそう、なんか楽みたいな、話さなくてもいいし、話してもいいし、それで、あ、この人とはフィーリングが合うな、感じが合うから、うん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 、一緒にもっといたいって思ってしまうから、喋ったりとかランチしたりとかご飯行ったりとか、うん、それが仕事ってなると嫌な人とも、まあ、うまくやらなきゃいけないとか、そういうのがあると思うんだけど、そういう時はあんまり自分にストレスを感じない程度に接すればいいと思うんだよね。なんか無理にその人に合わせたりとか、うん、いくら上司さんとかキーパーソンだとしても自分にとってストレスだったらちょっと頑張りすぎたらしんどいから、その人がを立てなきゃいけないとしたら立てるけど、自分の気持ちをこうしてまでではやらないとか、すごいバランスが大事だなっていうのは、うん、猫かぶれまでとは言わないけど、ストレス抱えない程度に猫かぶって軽い感じで付き合えば、うん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 、でも自分のやることは頑張ればなんかバランス取れるんじゃないかなって。ほんとね、意地悪な人もいるから絶対、うん、意地悪な人はもういるって思ってた方が楽だと思う、うん、意地悪な人絶対いるよね。絶対いると思うよ。先輩とか上司とか、そう、例えば自分がうまくいってたら、うん、うまくいってない人からさ攻撃されたりとかされることとかさ絶対ありそうじゃんね。会社とかになってきたらね、学校もそうだけど、ありそう。なんか悔しいとかさ、うん、あの子が嫌だとかあるじゃん、学校とかって。でももうそれはもう気にしないのがもうベストかなって私は思う、うん、気にしすぎると本当にもどんどん辛くなるだけだからさ、うん、で人間関係で人生ってちょっと変わるじゃん、うん、なんか自分が本当にゆのちゃんも言ってたけどさ、合わないなって思う人とは最初から距離をちょっと持った方が、うん、多分後悔しない後で、ね、疲れるのになみたいな人と距離縮めちゃうと、もうその先が超多分辛くなるから、うん、辛そう。みんな考え方違うよね。平気で裏切ってきたりとか、うんうんうん、そういうのもあると思う。なんか仲いいと思ってたけど、いや絶対あると思うよ。絶対あるけど、なんかあるんだよ、そういうのって。それって結構なんか自分もやってるのかもしれないっていう、うん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 、なんか結構人がやってることは自分もそういうことがもしかしたら人に思わせてるのかもしれないっていう、やっちゃってるかもみたいなね。なんかそんぐらいに捉えて、こんな感じだったんだみたいな、超ショックだし、多分そう落ちるとは思うけど、うん、あ、自分はこうならない、こういう思いを人にさせたくないなって、うん、本当そう、もう思う。でももしかしたらそいつ、その子は気づいてないかもしれないから、自分だって気づいてない間にそういうことしてたのかもしれないとか、なんかそういう逆のなんか自分を良くする方向のマインドに持ってってやってた方が生きるのは辛くない気がする、うん、人間関係。うん、4月から高校生になるんですが、友達ってどうやったらできるのか本当に分からなくて困ってますだって。でも私も友達作り下手くそっていうか、まあ入学式もうド緊張するタイプの人で、で私ね、小学校も中学校も、まあ、高校もなんだけど、小学校から中学校ってさ大体一緒だったりするじゃん、メンツが、うん、
でも中学校ね、誰一人いなかったの、同じ小学校の子が。あ、そうなんだ。で、入学式一人ぼっちみたいな、本当に誰も知らないみたいな。それやばい。友達作りから始めないといけないみたいな。で、高校もそう、うん、友達なんて一人もいないみたいな。意外とできるって思った。考えすぎないで、もうなんかちょっと可愛いなとか、もう女の子だったらちょっとこう可愛いなとかさ、仲良くしたいなって思う子ってさ、いるじゃん、うん、もうそういう子の近くに行って話しかけたりとか、はじめましてが違和感ないタイミングの時に、確かに、はじめましてみたいな、仲ね、よろしくお願いしますみたいな、で話弾んだらその子と仲良くなるとかさ、確かに。で、友達作りとかは学校の話、あ、高校生になるって。でも、イルノもう、イルノ高校の時本当に友達を作ろうって思ってなかったから、うんうんうん、友達が一人もできなかった。うん、私も高校はできなかったね。でしょ、作ろうと思わなかったから。だから多分作ろうって思わなかったら作らないで作れないこともできるんだよね。だけど、そうそうそう、結構行事とかさ、最初のうちってさ、こう仲良くならさせるためのレギュレーションみたいなのあるね、班にしてとかでしょ。そうそう、そういうのを積極的に取り組むと仲間意識みたいなのが上がるんじゃないかなって思うけど、まあ最初からそれがあるかわかんないけど、あと最初のうちは友達が欲しいなアピールじゃないけど、なんか下向いて携帯ずっといじってたら、この子一人、あ、マジで禁、マジで禁よ、一人でいいんだなって、だって思っちゃうよ。話しかけないもん、そういう子はね。なんかうちら大人になってからだけからもだけど、いろんな人がいるときにもうずっと携帯いじってる子に喋りかけようっているのも思わないの。いるの結構思わないんだけど、楽しそうに喋ってる人がいたり、近くで会話してる子がいたりしたら、そういう人がいるのは大人になってもそう、初めましてだったら、初めましてですよ、初めましているのですみたいな感じで言うの。うんうんうん、なんかそういうのはちょっと勇気いるけど、なんかもう、もしその人が明るく楽しそうに喋ってたら、多分明るく喋れる人だから、そこに乗ってちょっと入れてほしそうに、うんうん、ちょっと発してみたりとか、ずっと待ってても来なかったら自分から発することも大事かもしれないなって思う。うん、待ってたら絶対来ないと思う。私の妹がフィリピンから中学校始めて今入って、うん、友達が全然できないって言ってるんだけど、嘆いてるだけなの私からしたら、それはあなたが行動しなきゃ絶対ダメみたいな、うん、他人任せにしたら絶対友達ってできないから、うん、なんで話しかけてもらえないんだろうとか、私はあんまり喋んないタイプだから、喋る人に話しかけてほしいとかは、あ、無理よ、無理無理、みんなさ余裕なんてないから、ね、高校なんてずっと、確かに、そう、もうあの子と仲良くしたいってこう思うか、ほんと下とか向いてないで、こうみんなと目合わせるようにぐらい、こうやってなんかチラ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 してて、ね、助けて、目があったらなんかこう、リカオみたいなみたいなとかやると、これね、先輩とかにもめっちゃ聞いた。私は中学校ってさ、めっちゃ先輩、小学校にはなかった、その中3の先輩に嫌われたらダメとかさ、中2の先輩が怖いとかあったんだけど、先輩には可愛がられろみたいな。でもその時はあんまなんかニコニコしてるの、暗くしない、なるべく明るい感じで、で目があってなんかニコとかなんかこうやってちゃんと挨拶とかすると好印象。確かに確かに、そう、そういう感じ。だって一人二人できればもういいやん、そんな数じゃないから友達はさ。そうなんだ。でも一人二人できればもうつながるでしょ、うんうん、あの子あれらしいよとかさ、もっと仲良くなれたりさ、 その子つながる、頑張って、だ大丈夫だよ絶対。そう、不安はあまり抱きすぎず、友達が欲しいならね、早めがいいね。でもその時間出すと気まずいから、うんうんうん、ニコニコして可愛いとか思った子にこんにちはってしてください。確かに、セイハロー、セイハロー、セイハロー、ね、そうそうそう。周りからどうするにどうするにうるさいですとか、あなたの未来どうすんの、あーどうすんのってやつあるよね。それは大人になってからもあるよ。お前はどうなんだよでしょ、本当に私も大嫌いそれ本当どうすんのって言われるのね。いや、わかるんですよ、どうすんのって言われるの、心配してくれてんだよね、うん、自分でもどうすんのって思ってるよね、うん、って感じ。もう分かったら言うわって感じじゃない。相談乗ってくれるのいいんだよね、そういう人って。そうだね、乗ってくれるならあれやればいいじゃんとかってこうアドバイスをくれたり、うん、こういうのいいよとかさ、そういうの似合うよとか、うん、まあでもその人によるけどな。いや、なんかね、ただね、なんか多分自分をだけ棚にあげてとか、まあ親とかもそうだし、多分親戚とかわかんない、うん、先輩とかも、ね、お前どうすんの、大丈夫、優しさでもあると思う。絶対優しさだよね、絶対優しさ。そうなんだけど、こっちが本当に決まってなかったら、それって超ね、言われるのはもっと奥の方にどうすんの、どうすんの、どうすんの、やっぱそうだよ、分かってるから、分かってるからね、そうなっちゃうから。それってもう聞くなら一回でやめてほしいよ。そうだね、もうこれでこっちがこっちからアンサー出てこなかったら、どうすんのだけじゃ何も返せないのに事実だから、うん、どうすんののやつだけは超やめてあげてほしい。いるのも嫌だし。でももう自信つけるしかないよね、もう、いや、もうやることあるしみたいな、いや大丈夫これやるからって、もう思うしかない、自分に言う、問いかけるしかない、そうだね、やるしかないみたいな。
この年になっても私さ全然思っちゃうんだけど、まあ、未来の計画 大事にしようってすごい言われてたの。5年後10年後を考えて生きろみたいな、うん、すごいわかるしめっちゃ大事だと思うの。5年後10年後を考えて生きるのは、生きてる人たちはめっちゃ頭いいし計画的だから失敗はしないけど、今を生きるのってめっちゃ大切だと思うんだよね、うん、その時を全力で、その先のこと考えるのも大事だけど、今をもう全力で楽しんで、うん、やるのはいい未来につながるんじゃないかなって思う、ね、てかもう超どっちかじゃん。本当に未来を考える人は考えて生きてやったら言うのも超羨ましいな。それができる人は超羨ましいな。それができる人は最高だよね。ミリは多分できないタイプだから、至ったら今は一生懸命に生きようみたいな。もう瞬間瞬間を大切にしよう。そう、そんな感じだから、まあどうすんのって言われたらちょっと生きるみたいな、死なないで生きるって感じで頑張る。死にたくないかなみたいな。死なないで生きるみたいな。そのためにどうすんのってか絶対言わないでよ。そうだと思った。死にたくないみたいな。生きてたい、生きてたいかな。生きてればそれでいいって、もうそんくらいの気持ちでね生きてたら気が楽だよね。はい、そんな感じでこの動画は終わりでいいですか。はい、結構喋ったからね。どうだろうね、皆さん伝わったかな。ちょっとでも不安が取り除けたりとか、あ、こういう考えなんだって思ってもらえ、自分もこう思えるようになろうとか、こうやって考えてみようとか、一人暮らし頑張ろうとか、応援してます。この人とはこういう感じでやればいいかなみたいなとか、うん、この人大事かもみたいな、ちょっとでも1ミリでも気づいたとしたらいいなって。でもこれは自分、イルナとアンナの話だね。そうだね、それも一言だと思ってもらって平気なので。いや本当そうです。楽しく燃えてたら嬉しいです。みんな新生活頑張ってください。頑張ってください。楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。最後にチャンネル登録と、はい、高評価とコメントお願いします。バイバーイ。